千人道付近より上流方向を望む最上峡は山形県の埼上川中流にある峡谷戸沢村の小口地区から庄内町の清川地区の区間を指し全長1 5トルにわたる。埼上川県立自然公園の中核。最上川の急流が大石岩を侵食して形成した峡谷であり、では山地を東西に分断する。 川床は20から30メートルであるが、それに山海の標高60メートルから80メートルが加わるため、見かけよりもかなり深い谷間となっている。もがみ川は古くから急流にも数えられ、船下りが親しまれていた一方で、省内と内陸部を結ぶ交通手段としても欠かせないものであった。かの松尾場も奥の細道においてもがみ川にて、 著名な一区と呼んでいることから一帯は別名、芭蕉ラインと名付けられている。と言っても、最上川は幾度にもわたる治水対策事業のために急流ではなくなっている。むしろ現在では流れは穏やかで拡張された川もには悠然と水をたたえる。なお、ラインはドイツのライン川に由来している。もが川はライン川ではないが川下りを ライン下りという御用例の一つである。両側に山々が差し迫る光景は圧巻であり、遊覧船や観光イカだが就航、紅葉の季節をはじめ、観光客が多く訪れる。そこで船頭によって歌われる埼上川船歌は、江戸時代から歌い継がれる作業を歌をアレンジしたものであり、情緒と教習をそそるものである。ありがとうございます。